せめて武器があれば立ち向かえたのに。
あの子にも教えてやるべきだったか。斬新にて気を整えるべし。さすれば心静まり、再び気力充実せん。確かこの森の小屋に、あれで一矢報いてやる。
武士の身を守るのは宿毛が御霊。その力、果たして武士に与しうるか。
を惑うつくも神、御身に慈しみの心あらば、そのおましどころへとお連れしたまえ。無垢なる神の子、さまよう子玉はあるべきところへ。